長瀬恋が泣いている。ナンバーアンダーライン I の三人も自分の道を選ぶ際には相当な覚悟が必要だったはず。もう自分たちが選んだ道についてあれこれ言うのはやめよう。後悔なんてするわけない。二つのグループともみんな頑張ってるじゃない。ナンバーアイの三人もキンプリの二人も それぞれ愛情を持って応援するしかない。根拠のない書き込みは良くないね。キンプリの二人も、ナンバーアンダーライン愛の三人も、自分の道を選ぶ際には相当な覚悟が必要だったはず。五人全員が幸せになれる活動をしていけたらいいね。アイドルとアーティストの路線が分かれたから、もう交わらない。 ジャニーズ事務所がこんなことになって社長も変わると誰も想像してなかったから、後悔ではなく予想外だと思う。彼らがどんな話をしてどんな気持ちで別れたのかはわからない。この先どうなるのかなんて誰にもわからない。それでいいんじゃないかなそれぞれが頑張ってる今が大事だと思う。安くん、色々と大変なこともあるけど、 金プリの覚悟を見守りたい。ナンバーアンダーライン愛推しだけど、金プリも頑張ってほしい。五人が出した決断を今は受け止めて、二人と三人のそれぞれの活動を応援するのみだ。どんな未来が待ってるかなんてわからない。けど、その時も変わらず五人が選んだ道を応援していきたいと思ってます。 健康があっての活動なので、体調だけは本当に気をつけてほしいね。絆が変わることはないと思う。お互い目標を達成できたら、いつか再結成は無理でも再集結しようと約束してる気がする。それも目標になって今は、それぞれが選んだ場所で頑張れるのではないか。 悲しいのはメンバーは皆んな仲良しのままなのにファンが対立してしまっていることだ。彼らはそれが一番辛いと思う。二人になってあんなにのびのびやってるヤスくんなのに後悔なんてないと思う。だったら五人で対処すればよかったんじゃないジュリーからの条件につられて二人残ったんでしょ ナンバーアンダーライン愛の三人は干される覚悟で対処したんだよ。今更何言ってんだ二人でやると自分で決めたなら、その道を進めばいいだけ。体調悪いなら、しっかり休んでください。過去の話をむしゃぶり返しても、どうしようもない。誰も悪くないし、 それぞれが決めたことだから私たちがあれこれ言う必要ないと思います。多分良い意味でライバルになってるんじゃないかなずっと一緒にいた仲間だから応援したいって誰よりも思ってると思いますよ。頑張ってる仲間を見て自分のやる気にもなってると思う。自分で選んだ道を後悔せずにこれからの未来に向かってると思ってます。 仕事で頑張ってる姿を見てくれてるって輝いていますのがわかります。安くんの今の姿を見せて安心させてるのかもしれないね。ファンの人たちは心配して考えてしまうのかもしれないけど、よく彼らの今の姿を見てください。笑顔あふれる彼らを見てあげてほしいですね。タレントは契約したのかしら 6月に BBC 来るけど関係ありませんの態度なのかな。いろいろ熱愛報道も出てるけど、これからも出てくるね。みんなやめて他に行った方がいい。正直分裂前のキンプリ5人の時に、キンプルのこの時間帯は不自然だと思っています。夜のゴールデンでなぜ番組がなかったのかは謎だな。 やすくんは真面目なんで無理をしないでほしいです。金プリは金プリのペースで頑張ってくれたら良いかな。無理だけはしないでほしい。そのままの本話かスタイルで良いと思う。見てるだけで癒されるし、ナンバーアンダーライン愛もそれぞれのスタイルで頑張。ってるし、 五人の絆は切れてないと思うので、両方のグループとも頑張ってほしい。ずっと応援します。運営が長瀬売りをしただけ。ただ間違いなく俳優の方がタレントの寿命は長い。ナンバーアンダーライン愛はゴーと乗りは5年。ただ BYC のパフォーマンス見るともうちょい。 平野君自身は30代前後の活動や自分の大人化を非常におあぎちにしていて、自分の人生のピークにしたいと願っているようだ。ナンバーアンダーライン愛物語の続編は自分の未来の楽しみの一つ。タッキーも今目に見えていないタレントを育てることと、自由なエンターテインメントを目指して頑張れ。本当、後悔じゃなくて、 想定外。安くんは賢いよ。でも J がなくなるまでは読めないよね。でも大丈夫。応援さてるよ。転校してあっという間に中学生になって復活。おもろ。れんくんは後悔してないと思います。仕事も2年先まであるから後悔してないと思います。 レく君の選択が報われる日が来ると思ってます。レく君頑張れ。サムね。レく君はそんなことは思ってなさそうだけど、頑張るすく君がポキッと折れてしまわないか心配。それに人を好きになるのは当たり前のことなんだけど、私はファンの頑張って応援していこうっていう風向きが変わった感じします。 二人とも大人になったやないか会。なんで今この内容って思ってしまったごめんなさい。でも不安だったり疑問に思う方がいらっしゃるということですもんね。安くんは後悔してないと思います。平野翔くん、神宮寺くん、岸くんでよかった。なんと問題大きい人はな。もう五人には戻れない。 最初が大事なんだよ。いずれにしても不快な思いさせたならごめんなさい。頑張って応援してあげてください。金プリを守りたくて、ファンの笑顔を守りたくて決めたことだから、後悔するとかしないとか関係ないと思う。必死にファンへという気持ちで動いてるのは見ていてわかります。 五人のメンバーそれぞれが相当な覚悟を決めて、それぞれ前を向いてるし。ヤスくんキングプリンスを残してくれてありがとうだよ。ずっと連会大好き、応援します。一月になって、五人の時より二人の方が楽屋が静かってあったけど、二人になった方がうるさかったら何やってんだろう。あんなに騒いでってなりません ちょっと疑問に思って。ヤスくんはたくさんお仕事行って忙しすぎてるとは思うけど、5人でよく考えて出した結果。ヤスくんのドラマはとても面白かったし、また新しいドラマも楽しみにしているよ。ナンバーアイ推しだけど、キンプリの2人も応援してるよ。